はい、こんにちは、シャスカです。今回は林羅山をやってみたいと思います。テーマは2つですね。まず、なぜ林羅山は徳川家に重用されたのかということと、もう一つはどうすれば天下太平の世の中を実現していくことができるのかと。これは林羅山の考えですね。林羅山はどうすれば天下太平の世の中を実現していくことができると考えていたのかということを、やっていきたいと思います。で、林羅山という人物はどういう人物かといったら、江戸時代ですね。江戸時代、江戸幕府を開いたのは徳川家康ですけれども、家康などに仕えた朱子学者であると。朱子学っていう中国でですね、朱子っていう人物が始めた朱子学を、研究している学者ですと。だから、徳川家康などに仕えた学者さんですね。で、その専門分野というのは朱子学だったわけです。で、彼が唱えたのは上下天文の理ということで、上下尊卑の秩序を強調ということで、江戸時代っていうのはこうピラミッドが完璧にできてたわけですね。将軍がいて、大名がいて、で、武士がいて、で、農民がいて、で、その士農工商と呼ばれてましたけど、武士、農民、職人、商人、そして、さらに商人の 下には、奴隷扱いされていた、まさに奴隷の人たちっていうのがいたわけですけど、そういうふうにこう江戸時代っていうのは完璧なピラミッドになってたわけですね。この武士って言ってもそのすごい何段階もあって、で、農民って言っても、自分のその村のリーダー的な農民もいれば、本当に自分の田んぼすら持てない農民というのがいたわけですけれども、そういう士農工商、武士、農民、職人、商人、それから奴隷、その上に大名とか将軍とか徳川将軍家というのが一番トップにいたわけですね。で、こういうふうに身分制度というのが完璧に作られていたわけですけど、それっていうのはその林羅山のような朱子学の考え方とぴったり合ってたわけですね。だから結局徳川家康が江戸幕府を開いて、徳川江戸時代っていうのは260年続くわけですけど、その260年続く、支配体制を強化する学問として、この朱子学っていうのはすごく便利だったわけですね。だから徳川家からすると、自分たちの徳川っていう世の中が、ずっと長い間続くために、広めたかった学問だったわけです。で、林羅山はその期待に応えるようなことを言ってるわけですね。上下尊卑の秩序を強調ということで、人間には上下っていうのがあるんだよと。で、尊い人間もいれば卑しい人間もいるんだよというふうにもう言っちゃってるわけですよ。まあ、今から考えると、まあ、ふざけるなという感じにで終わってしまうんですけど、これだけ自由とか平等っていうのが叫ばれる中で、人は生まれながらに上下尊卑の差があるというふうに、まあ、言ってるわけですね。もう、まあ、まさにこう、あの、なんていうんですかね、もうその本当にその徳川家康とか徳川将軍家に気に入られるようなことを言ってるわけですね。あくまでもその徳川将軍家っていうのはこの支配する側ですから、支配者側なんですよね。支配者側なので、この支配者にとって都合がいい学問なんですね。支配される人たちを幸せにする学問じゃないんですよね。支配する人にとって都合がいい学問であって、支配される人たちにとって都合がいい学問じゃないわけですよ。散々武士とかには私利私欲はダメだよって後で出てきますけど、欲を持っちゃダメだよとね、あの生まれながらに、あの人間っていうのは尊卑の差があるんだから、だから文をわきまえろと言ってるわけですよ。で、農民たちに対しても、結局ですね、朝昼晩、寝ないで休まず働けみたいなことを言ってるわけですよ。じゃあ将軍たちは本当にそういう私利私欲は持たない、謙虚で、節制とかやってたのか、じゃあ全然やってないわけですよね。もう江戸城に大奥とか作って、ものすごい豪華絢爛で、奥さんが10人も20人もいて、もうとにかくもう欲に狂いまくってるわけですよ、簡単に言えばね。なんだけど、それはこの人たちには教えないと。
この人たちには欲を持っちゃダメだよと、人間には分、生まれながらに身分の差があって分があるわけだから分をわきまえろというふうに言ってるわけです。だから、まあ非常にふざけるなという学問なんですね。非常にこう支配する徳川将軍家にとって都合がいい教えなんです。はい、なぜ、林田山は徳川家に徴用されたのか、これは支配する支配する側にとって非常に都合がいい朱子学の学者だったからですね。はい、そして、この、林田山はですね、孫子自敬ということで敬っていうのを重んじました。この敬っていうのは今だったら敬うっていう、意味が強いですけど、ここで言う、敬っていうのは敬うっていうよりは慎むと、遠慮するとか抑えるっていうような意味ですね。で心の中に少しでも私利私欲があることを戒めると、自分のため、自分が利益を得たいとか自分が何々したいっていうのをとにかく戒めろっていうのをこう、武士たちに教えてるわけですね。で一見聞こえはいいんですけど、肝心要の将軍家っていうのはもう私利私欲に狂いまくってますから、もう自分たちがとにかく金を使いまくり、女性関係に狂いまくり、子供を作りまくって、もうとにかくこう、もう私利私欲にやって、あくまでもこういった徳川将軍家っていう一人の私利私欲っていうのはもうめちゃくちゃ満たしてるわけですよね。でも君たちは私利私欲を持っちゃダメだよと、私利私欲を持っちゃダメだよと、そういう私利私欲を持ったらその敬が足りないんだよと、慎むっていう心が足りないんだよということで徹底的に教育を使って洗脳したわけですね。はい、そして、林田山っていう人はその、私塾昌平坂学問所っていうその勉強の、塾を開いた人でもありますということで、どうすれば天下太平の世の中を実現していくことができるのかっていうのを林田山はどういうふうに考えたかとしたらこれですね、身分道徳の定着をさせると。その朱子学みたいな学問を、もしくは道徳、儒教とか道徳っていう学問を、みんながですね学んでそれが正しいんだって信じて、その通り生きてくれると、確かにですよ、確かに平和な時代っていうのは訪れるわけですよ。ただ例えばその一つ前の戦国時代って言ったら下克上っていう時代があったわけですよね。下克上、身分の下の者が上の者に打ち勝っていって、どん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 俺が上だ俺が上だ俺が上だっていうことで、どん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 こう自分のが成り上がっていくっていうのを目指してた下克上と呼ばれてた戦国時代があったわけですよ。それだと確かに世の中っていうのは争いも多くなるし乱れますよね。ところがこの上下天分の理に、人は生まれながらに上下の差があるんだと、あの人たちは偉い人なんだ、君たちは劣ってるんだと、卑しい人間なんだと、だから分をわきまえろということで、このピラミッドを強化する教えっていうのが徹底的にこう刷り込まれて、下の身分の人たち、支配される人たちっていうのが、洗脳されきっちゃうと、ああそうかと、自分は成り上がろうとか成功しようとか、生きてる間に何かことをなそうなんて思っちゃいけないんだなということでいけば、もう俺たちはどうせ下級武士だしとか、俺たちは下級農民だしみたいないう形で、もうその上を目指そうとか、自分はもっと成り上がろう成功しようっていう気持ちがどん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 なくなっていくわけですよね。そうすると自分たちの身分っていうのは完全に生きてる間に固定されちゃうので、争い事っていうのが極力なくなるわけですよ。だからそれを平和だって言うんだったら確かにそうかもしれないですよね。確かにそれがとにかく私たちは下級農民ですと、下級農民に生まれてしまったからには下級農民として一生暮らしますと、私たちは下級武士とですと、私たちは下級武士として生まれてしまったからには、もう下級武士として一生暮らしますと
で自分で私利私欲、自分が利益を得たいとか自分はもっとこういうふうになりたいなんていうのは抑えますというのが完全に徹底されちゃうと、もう身分っていうのが完全に固定されて、この人たちがこういうふうになろうっていう気持ちっていうのは出てこないわけですから、確かにそれをもし平和だって言うんだったらそれは平和ですよね。だからその林羅山からすれば、天下太平の世の中っていうのはその身分道徳、人には分があるんだから分をわきまえろと、おとなしくしとけと、分をわきまえて慎めということを徹底すれば、もうこの人たちっていうのはピラミッドで自分たちのいる場所っていうのは固定化されますから、争いごとが減って、天下太平じゃ天下太平、実際それがうまくいって江戸時代というのは徳川将軍家の時代が260年も長く続いたわけですよね。だから徳川将軍家にとっては成功してるわけですよ。ただそれを平和だからって言ってそれが本当に良かったのかどうかって言ったら別ですよね。おかげで260年の間にヨーロッパ、イギリスとかフランスからすると100年以上江戸時代というのは遅れたわけですよね。鎖国をして遅れて、結局人々っていうのは一生下級農民として生まれた人たちは一生下級農民、その商人よりもさらに下の、奴隷扱いされてた人たちは一生奴隷として生きていったわけですよね。それでも争い事がなかったから平和だったって言えばそれまでですけれども、一人一人の今の私たちのような個人の時代、自由とかっていうのをすごく享受できる、そういう豊かな時代から見たら、まあ、ふざけるなというような学問だったんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい、今回は、林羅山という、人物をやりました。今回の動画、解説動画を見てくれてありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。